ばんは。4月1日の夜10時を回りました。土曜でどうでしょうでございます。こんばんは。こんばんは。お、はい、ガランとしてますが前回何人でした、あれ8人くらい、もっと9人くらい、ぎゅうぎゅうでしたな。ぎゅうぎゅうでしたよね。そんな中、はい、4月1日を迎え、今日は何か嘘をつかなきゃいけない日ですよね。実はですね、はい、僕は、はい、ウルトラマンだったんですどういう嘘ですかそれちょっと落ち込なきゃダメ大丈夫です大丈夫です、はい、画面が大きいだけなんで、うん、はい、はい、ということで4月1日、元気よくやっていきたいと思いますが、はい、はい、プロ野球も開幕しましたああそれ言いますか、はい、2連敗ですな2連敗ですなロッテは、千葉ロッテ、はい、巨人は2連勝してますね。今日さよなら、あ、巨人、あ、そうすか、さよなら勝ちしてましたね。あ、そうすか、はあ、安倍晋之助のさよならホームランらしいですよ。なるほど、はあ、なんだか、まあ、ロッテさんはですな、はい、連れてきた外国人もピンとせずまあ、まだ始まったばっかですよね。まあ、始まったばっかりですからね。違うんですよ、ロッテさんオフシーズンなんで長い、あー、オープン戦っていうのがシーズンなんで、はい、シーズン、なるほど、首位で、はい、優勝しまして、で、まあ、4月からオフシーズンということで、はい、長いなっていう何ヶ月あるんですか、かなりありますね10月までありますからね。その間に補強してですね補強してオープン戦に備えると、はいはい、それがロッテですな。願わくば3位以内を下克上をっていう本当ですねえ、そうですね、 WBC も終わりました。あ、終わりました ね、 ましたね。アメリカまで行けましたね。行けましたね。行けましたね。前回ね、落ち武者ジャパンと皆さん、本当ですな、申し訳なかったですなそうですね、選手は頑張ってましたね、うん、選手は、でもね、あれでよく分かりましたね、うん、どうですか、投手だけはやっぱりメジャーで通じるんだっていう、うんうんうん、あの野手はやっぱそうですなっていう、うんうん、で前回もちょっと喋ったんですけどね、うん、あの勝のおじさんがね、うん、はいはい、今回俺的には比較的まともなこと言ってたんですよ、うん、はいはい、あのチームとしてあれだったけど、要は国母はもうお疲れさんと言ってあげたいと、うん、いうことと、あ、なんだっけな、そんなような感じの話をしていて、うんうん、で、監督が慣れてない監督なんだから、うん、もっとコーチをちゃんとしっかりした人をつけてあげなきゃいけなかったんだと、うん、でコーチも俺がになっちゃってたと、うん、だからそういうところがダメだったんじゃないかって言ったら、もう、まあ、インターネット上では老害だなんだかんだって、いや今回まともなこと言ってるよこの人っていう、そうですね、だってあの人そのそう、ね、あのよくやったとかお疲れとか言ってやれねえのかっていうけど、うん、いや、うん、それもそうだけど、それは次の協会というかね、うん、NPB の方の反省点としてしなきゃいけないよっていうふうなことを言ってくれてるはずなのに、うん、もうあの人が言うともう全部嫌だっていう今回はまともだぞみたいな、もうなんかアレルギーのような反応をしてますね。アンチなんですかね、そういう方多いじゃないですかねまあ確かにね、まあ、まあ普段からの、ね、結果ですからね、普段からそういうようなこと言ってるから全部ダメなんでしょってなっちゃうわけ、うん、うんうん、そうで、まあ、3月から1ヶ月あげまして、はい、本当に言ってた通りに、はい、私は四国、岡山、伊豆、あ、行ってきたみたいですね、はい、どうでした、そうですね、一人旅ですよね、一人旅ですね、予定通りうまくいかなかったっていうのは、はい、予定はもうコロコロ変わっていいなっていうのがあったんですけど、まあ結構ね、やっぱ青春18切符で電車っていうのがねなかなかしんどかったですね。それはそうですよ、うん、もう昔は若い頃はやっぱサッカーで使うわけじゃないですか、はいはい、もう当たり前のように、はいはい、それこそ東京福岡とか普通に行ってたわけですよ、はいはい、今はもう俺多分朝ですね5時何分にですね、はい、岡山の電車乗って、はいはい、あの出雲大社の方出雲市へ向かって、はいはい、行って倉敷乗り換えで行ったわけですよ、はい、途中でねサンライズ出雲に抜かれるという、夜なごで30分ぐらい時間空いたと思って何やってんだろうと思ったらサンライズ出雲に抜かれるという、もうなかなかマジか仕方ないなと思いつつ、あの待ち時間が長いですよね、はい、でね、あのそこでね前回は前回言ったメラさんがね、はいはいはい、
とか俺とかが、はい、行かせていただいてるサブロクさんというお店が、うんうん、3号店を出しますと、はい、で貫禄さんという話だったんですけど、今回はですね、私今回四国香川岡山に行ってきまして、はい、岡山で大変お世話になった方々がですね、うん、5月にお店というかオープンするということで、岡山にですか、はい、とりあえずそれだけは先に告知しとこうかなっていうのがあって、岡山市内ですか、岡山市内ですね、で最近ね、人狼ゲームというのに、はいはいはい、俺はずっとハマってるわけですけど、はい、何年か前ね、テレビ局でもよくやってたりとか、今もインターネットというかニコ生とかではね、すごい人気なんですよ、うん、でイベントをやって、そうするとタイムシフト含めて10万人とかが全部で見るっていうぐらいのでっかいイベントがあるんです、あったりするんですけど、うん、それをメインに主催している方々の中がで人狼ルームっていうお店があるんですね、うんうんうん、それの渋谷店と、はい、秋葉原店と巣鴨店っていうのがあるんですけど、まあ、そこと姉妹店っていう形で、今度人狼ルームの岡山店みたいなスイーツ人狼ルーム岡山っていうのができまして、それはスイーツ、スイーツ本当に食べれるんですよ、マカロンとか多分ね出てくるんですよ、でまあ、実際詳細は分かんないんですけど、そこの人たちが今も現時点でスイーツ人狼っていうのを、岡山スイーツ人狼会っていうのをやってて、そこはもうマカロン食べ放題なんですよ、置いてあって、でそういうのを食べながら和気あいあいと楽しくやりませんかっていうのが、今度お店になりまして、うんうん、岡山県にできるっていうので、はいはい、なのでもし興味ある方、はい、まあ、駅からは近いんですか、近いと思いますね、岡山駅、そうですね、多分そんな遠くないはずですね、ファジアーノのスタジアム反対あ多分反対で、ファジアーノのスタジアムより近い、なるほど、駅には。で今もね、その今は、とある方のお店でね、はい、やってるんですよ、そこもスイーツでスフレが美味しいところで、いいね、オーディリスさんっていうお店 でやったりしてるのを、本当今度はちゃんと正式なスペースを借りて、スイーツ人狼ルームアットマーク岡山っていう形で、なのでツイッターとか、ね、インターネットで検索していただければ出ますんで、近隣の方で人狼ゲーム初めてとかやってみたいよっていう方はそこに行けば、優しい人たちが教えてくれますんで、うん、ぜひっていう、ね、桃太郎像がある方ですよね、そうですね、そうですよね、桃太郎像がある方ですね、そうですよね、はい、間違いないです、はい、近くにね、ドミグラスソースカツ丼のね、発祥の地っていうところがありまして、はいはいはい、一子相伝今回ね行ってまいりまして美味しかったです、美味しかったですね、面白くてですね、はい、ドミグラスソースカツ丼だけじゃなくて、普通のカツ丼と、はい、ちっちゃいの2つで、1人前ぐらいですって言って出してくれて、食べ比べてくださいみたいなのがあるんですよ、それがロースとヒレとかっていうのが選べたりとかして出てくるんですね、はいはい、そう、まあ、あとはね、香川ではもううどん食ってましたから、何杯行きました、いやでもそんな食わなかったですよ4杯かな、昼過ぎぐらいまで、でやっぱりちょっと歩くのとか電車で疲れちゃって、はいはい、そうですね、まあ車社会ですからね、あそこは、そうなんですよ、で朝4時に起きて、でお店に4時10何分の電車に乗って、一番最初に、まあ、自分が遠いお店を選んじゃったからだけど、着いたのは6時、うん、その次6時半ぐらいからでまたお店戻ってきて、次が8時とか9時とかなんで、でね、一番、まあちょっと話はあれ長くなっちゃうんですけど、一番すごかったのが11時半からオープンで、はい、うん、12時半までの1時間しかやってないお店があるんですよ、あるんですよ、普段は麺を作ってるだけなんで、日の出製麺所さんっていうところで、でどうしてもそこで食べたいってお客さんがいたんで、1時間だけ食べさせてくれる時間ができたんですね、そこで、それが行ったらもう11時ちょっと過ぎぐらいでもう30人ぐらい並んでるんですよ、でそしたらお店の人も出てきて、はい、こんだけ並んでいただいてるんで、ここちょっと早く開けますと、準備でき次第、まあ、食べログさんにも書いてあったんですけど、はいはいはい、でさあ開けてくれて、俺はそこが一番気に入りましたね、で冷やしのショーで、はい、トッピングしなければ100円なんですよ、安いんですよ、香川の、いや安いです、安いです、今回ね行ってきたのが100円とか150円とかね、そうですよね、もうね、蛇口ひねると出汁が出るタンクとかやると、ちょっとテンション上がりましたね、うん、あちらの方々にしたら普通なんでしょうね、うん、そうですよね、うち僕の親戚がみんな香川なんですよ、言ってましたね、だからもう必ず地元に製麺所があるんですよ、そうですね、自分たちでやってる、うん、でそこの近所の製麺所で
うどんを玉をいっぱい買ってきて、うん、冷蔵庫にドンって入ってるんです。で毎朝必ずうどんとご飯が出るんです。うどんとご飯本当ね、おやつ感覚でうどん食べるってのが分かりますよ。だって高校生とか普通に並んでて100円だけとか200円ぐらい置いて食べれますよね。じゃあ帰りますって言って、うん、そうなんです、うん、香川うどん県ですからね。そうですね、はあ、それでうどんとあと、まあ、行った日は鳥食いました。あ、骨付き鳥、鳥も有名ですからね。骨付き鳥が有名なんで、はい、実は香川ってうどんだけじゃなくて、はい、鳥食ってで鳥飯食って、はい、で次の日から次の日はもううどんバーって食べて、昼過ぎぐらいまでずっと食べて、で夜はその岡山の方に行って、うん、カツ丼食べてその後遊んで、うん、次の日出雲大社まで、うん、電車で移動してすごい工程ですね。で、うん、疲れちゃったんで、はい、本当は青春18切符で全部帰ってこようと思ったんですけど、うん、バスに乗って高速バスです。高速バスで、はい、出雲市から岡山まで、あのね、出雲市から岡山で普通に電車で帰ってくると昼の1時ぐらいに出ても夜の8時ぐらいに着いちゃうからもっと早く帰ってこようって言うんで4時間ぐらいかで帰ってこれるんですよ、バスと。でバスで帰ってきて、鳥取の牛骨ラーメンを諦めて帰ってきてで、そんなんで岡山でラーメン食べて、次の日は、はい、本当はうどん屋さん、山田屋さんに行こうとしたんですよ、はい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 、けど、なんかちょっと行く体力がないなと思ったんですけど、そっちに気分乗らず、じゃあって言ってコンピラさんに行ってみようと思ったら、はいはい、コンピラさんの方がハードでしたね。1360何段登ってきました。あそこはハードです、はい、途中まで登って本宮まで登ったら、はい、奥の院がまだ20分か30分かかってありますって言うから行ってみっかって言ったらもう超ハードでしたね。トータルで1300何段。僕もちっちゃい頃に連れてかれて泣きながら引きずられながら行った思い出がありますもん。もうね、ほんとね、フラフラになりながら足パンパンになりながらね高尾山みたいにああいうのがないですからね。ケーブルカーとかないですからね。ないですからね。自力で登れと。エスカレーター作ってくれやと思いましたよ。そういうのがないんでね。そうですね。持ってまいりまして、あそこ歌舞伎もあるんですよね。あ、そう。歌舞伎も見れるんです。はい。まあそれでね、出雲大社に行ったんで、出雲大社が縁結びの神様だっていうんでね、はい、縁結びのお守りだけ一応釣られて買っちゃって。はい、まあ男女だけじゃないですからね。仕事のご縁とかも。ありますから、ね、綺麗にまとめてますけどね。そうですね。けどそれを買って、で出雲大社の目の前にあるおしゃれなスターバックスを見て、あー、うん、スタバ和風なんですよ、和風のね、和風のねおしゃれなスタバを見て帰ってきたっていう感じですかね。なかなかハードでしたね。その前の週は下道で仙台行きましたんでね。あれ結局行ったんだね君は。すごいですよね。やめるとか言ってませんでした。下道で仙台で帰りだけ高速でしたね。ずっと4号ひたすらですか。いや、ナビに従ってたら結構クリックに行かされましたよ、途中で雪ちらついてきましてね、忘れましたよ、そうですね、福島あたりとか普通に雪降りますからね。マジかと思いました。どうですかねって言うから、いや多分途中で雪になると思うよっていう話をして、だから一応チェーンだけ積んできました。あ、全然平気でした。そこまでではないですね、はい、まあ、油揚げ食ってきました、うん、あれはなどこで、定義さん、定義さん、仙台ではもう宮城ではソウルフードらしいです。はい、定義さんっていうところの定義豆腐店っていうところで油揚げで、醤油とか七味とかを食べて、ね、かけて食べるっていう。定番は持って帰ってレンジでチンして生姜醤油で食べるっていう。いやでもやっぱりあの場で食うのがうまいっすよ、うん、ですね。でも車がないといけないんですよ。そう、一緒に行った人が一緒に行った人っていうか一緒になった人、はい、お店の中で慣れてて刻みネギ持ってきてるんですよ自分たちで。で、あれいい匂いすんなと思ったら、隣の人が自分でネギ乗せてバクって食べてて、いいなへえ、まあ、私仕事でよく行くじゃないですか、はい、そうですね。まずそういうもの食ったことがないね、はい、ほらよく牛タンなの、はいはいはい、酒釜なのって言うじゃないの、はい、まあ、牛タンとかって向こうの人はあんま食べないですけど、ね、だけど結局ほら向こう行ったら大抵の人みんな食うじゃない、はい、そうですね、はい、出張だのなんだ、はい、俺みたいにさ行って、はいはい、うん、食ったことがない、あただただ仕事で行くだけなので、ずんだ食えばいいんじゃないかな、ずんだ、ね、あれね唯一、はい、唯一帰りの高速の、はい、なんだっけ、スゴー、はい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 、でお試しずんだソフトっていうのを食べる、はいはいはい、200円だから、はいはい、油麩丼も美味しいですけどね、油麩丼とか食いたいな
油麩丼なかなか美味しいですよ、ね、食べ応えありますね。卵で閉じて、まあね、それがちょうど行ったのが3月11日に行ったんでね。ああそうですね、 3.11 の日に行ってまいりました。行ってきたということでね、まあ僕も毎月ね、その翌週ですね、はい、翌週行ってこのコバルトーレ女川っていうサッカーチームの応援歌を歌ってるんですが、うん、まあね、今日はお互い皆さん仙台とか行ったこともあるっていうあれなんで、ちょっと女川の話とかもね、そうですね、したいなと。真面目にね、はい、真面目に6年目ですね。もう3.11 ってなんかまだ僕の中では 3.11 って言い方があんまりしっくりきてなくて、なんかイベントみたいになってるじゃないですか。イベントではないんですけど、周りの人からしてみればですよ、僕らは行ってるんでそういう感覚はあんまないんですけど、周りからよく言われるんですよ、もちろん 3.11 行くんだよねって言われて、いや予定ないしって言うと、何のために行ってんのって言われるんですけど、いやいやイベントじゃねえしみたいなそんな感じなんですよね、はい、まあ3月11日ってまあ大多くの人のこう命日なわけじゃないですか。そっからまあ1週間ぐらいは、なのでその日くらいはちょっとねえそっとしといてあげてもいいんじゃねえかなとか思うんですけどまあ他のところでね、他のところでね、なんか頑張りましょう、忘れないようにしましょうっていうのは全然 OK だと思うんです、うん、はいはいはい、まあただ向こう行ってガチャガチャしない方がいいんじゃねえかなっていうのは、すいません、いやいやそれ別に なんか別になんかしてるわけじゃないじゃないですかただ単に遊びに行っただけじゃないですかまあ遊びに行った時がね、はい、まあそんなこともありつつ、まあ3まだ僕 3.11 に行ったことないんですよ、女川に。どういう空気なのかなっていうのもあんまりよく分かってなくて、まあ普段の女川を見てるし、普段の女川の人たちを見てるし、まあそれをね Facebook とかでも載せたりして発信してきてるから、僕はそれでいいな、僕自身はそれでいいなと思ってて、うん、まあね、女川の復興祭もね、はい、3.11 にやってませんからね。そうですね、1週間でしたね、1週間ずらしてずらしましたね、はい、やってますね。今年も水曜どうでしょう、うん、ディレクター陣2人とって言ってましたね。あ、そうなんだね、はい、ヒゲと嬉しい言ってましたね。なんか被災地感、ね、なくなってねえかっつってどこ入ってましたけどねもっとこう被災地っていうのをみたいなことを言ってたらしいですけどね、まあ、なんとなく言わんとしてることは分かりますけど、まあそんなこんなで僕は言ってるわけなんですけど、じゃあ女川町ってどこにあるんだっていうところなんですけど、宮城県、これ地図ないから分かりづらいですね、ちょっと持ってこいよ宮城県の右三陸あるじゃないですか、太平洋寄りってことですよね。太平洋寄りの一番下ら辺です、牡鹿半島のもう根っこら辺ですね、はい、そこに女川町という町があります、うん、そこは2011年の3月11日の東日本大震災のまず地震の震源地で一番近かったところなんですよ、はい、で津波ももうすごい高い20メートル近く来たところで、もう町の8割ぐらいが流された、まあ流された通報が正しいんでしょうかね、うん、飲み込まれてしまいまして、現在復興の真っ最中です、まあ、はい、気づきましたけど山形さんと山本さんから LINE 来てましたね。そうなんですよ、そうなんですよ、どうも山形ですっていうのと、山本さんは今静岡からこっちに向かってる最中、はい、どうも東名から大和ですって入ってますね、入ってますね、でまあ
何の話ですか？女川の話です。大泉洋がいない。大泉洋がいない。大泉洋がいない。大泉洋さんは行かなかったですね。はい。まあまあまあいろいろとね。大泉さんはいなくて、はい、始球式やってたって。始球式昨日やってましたね。たね俺はあれですよね。復興祭ミスタさんは行ったんですよね。ミスタさんは、ね、ミスタさんは1回来てましたね。で、うん、その時に復興代行っつって。どっかのテレビ局かどっかの控え室で上半身裸で太鼓を叩くっていうことをやった VTR を流して、その後太鼓で隣からうるさいっつって怒られたらしいですよ大泉さん。なるほど、はい。まあ、大泉さんもね、行こうと思えば全然行こうと思えばっていうか行く気はあるんで、あるんでしょうけど、まあいろいろとありますからね、はい。水曜どうでしょうのイベントにもなかなか来てないですからね。そうですね、はあ、うん。ミスターはって書いてあるんですけど、ミスターは離婚しましたねそこですか。水さん離婚しましたねミスターさん離婚しましたね、はいはい。赤びらの森に引きこもっちゃって昨日で、はい、ラジオ番組も6年か7年やったやつが終わったんで。へー、あ、そうなんだ、はい。ラジオの時間も終わったんで、ただまた春からオーパーツっていう舞台で全国回るみたいなんで、はい、ヒゲも出ますけど。そうなんだ。あの人あれヒゲ出ねえのかな。今回はヒゲは違う舞台でまた来ますね。あの人どんどん自分が前に出てってますね、はい、すごいディレクターですよね。出張扱いらしいですよへえ何やってもいい、いい会社員だな、はい、うん。まあそん、はい、今ね大泉さんとか水田さんっていうのが出てますけど、はい、この、ね、徳田君が持ってきたユニフォームの真ん中に書いてある高政さん、これ見えますかね、うん、かぶってますか。あなた高政さんっていうのがね、コバルトーレの胸スポンサーでもあり、はい、この方があれなんですよね、はい。まあこの、まあ、そうですね、復興祭とかイベントとか取り仕切ってるわけではないんですけど、まあいろいろと中心になって精力的にやってるという感じですね。でこの方があれですね、もうディレクター陣とつながって。そうですね、なんかそのディレクター陣も誘い方が良かったっていうふうには言ってましたね。本当ですか。応援し、普通ならちょっと来て応援しにしてくださいとか、うん、そういう誘い方なんですけど、普通に遊びに来てくれませんかっていうふうに誘ったのが気に入ったらしくて、うん、それで来たっていう。で女川ではね、はい、水曜どうでしょう、はい、公認非公認グッズっていうので公認非公式グッズ、ね、非公式、はい、非公式グッズっていうので、はい、女川どうしようっていうステッカーが、ステッカー、あ、いいですな。今はもうないんですけど、女川災害 FM にいた女子高生アナウンサーでぼーちゃんっていう、ぼーちゃんですね、ぼーちゃんがいたんです、うん、その子が作って、うん、あれして出してで見して、まあ、公認を得たという。そうですね、はい、某国営放送のドラマにもなったやつですよね。そうですね、ラジオっていうドラマ DVD にもなってるんで、ちょっと見てみると面白いです。リアルなん、全部実話なんで、はい、はい。で高松さんのこのね、はい、副社長さんの役が吉田栄作という、ずいぶん離れてないからツッコミが入ったっていう噂の本当かどうか知りませんけど、風の噂で聞くと、吉田栄作さんをやられた高政の副社長ですかって言われるらしい言われるらしいです。まあ、震災後いろいろドキュメントドラマとかもやってたんですよね。このコバルトーレの GM の人って石巻日々新聞社っていう日々新聞社の社長なんですが、まあ、そこも被災して年天気やら何やらが止まってしまって、でも情報は新聞社として発信する義務があるだろう、でも記事が書けない、印刷できないってなった時に原始的な壁新聞っていうのを作ったんですね。で6枚の壁新聞と言われてて、1週間それを近くのコンビニだとか人がよく通るところに貼り続けて、それいったエピソードがドラマになって、女川出身の
中村雅俊さんがその GM の役をやられてましたね、うん、やられてましたね、はい、あれは DVD 出てないのかな、あれを見てほしいんですよね僕は、ラジオもそうなんですけど、まあね、いろんなねやつありますからね、それに絡んだね、そうですね、そんなこんなこうフィーバーって言ったらおかしいんですけど、そういった支援しようとか応援しようとかっていう時期がやっぱり5年っていう節目でやっぱり減ってくるわけですよ、うん、そうですね、うん、減ってきた中でそれでももっと支援が今必要な時期なわけですよ、うん、今が一番大変な時期で、じゃあ注目を浴びるのに、浴びるって言ったらおかしいんですけど、注目を得るためにどうすればいいのかっていうのを、まあね、この高政の社長の高橋正樹さんを中心に女川町、まあ、全体でいろんなことを考えていろんなことを仕掛けてるっていう状況ですね、はあ、で、はい、俺らはね、俺と姫野さんはただの一般人で何もないけど、うんうん、徳田君はね、はい、シンガーソングライターということで、はいはい、歌をとかで関わりを持って、はい、まだ今女川石巻とかとやってるじゃないですか、うん、はいはい、でやっぱり見てきて、まあ、変わったこととか綺麗になってるとかっていうのとは当然あると思うんですが、はいはい、それ以外というか、まあ基本的な人っていうのはあんま変わらないです。でもあれでしょ、うん、始まる前に言ったけどやっぱ人口とかは、まあ人口は減ってますね、うん、だから、まあ、向こうにいても、まあ、仕事がないっていうところもありますし、家もない、うん、まあ、実際今でも仮設に住んでる人が結構な数いるので、うん、そういったところから抜けるために、まあ、親戚を頼ったりだとか、うん、ちょっと仙台の方に引っ越そうかとかっていうふうにしてだんだん減ってきてはいますね、うん、で、まあ、それをなんとか女川町は食い止めたいわけですよ。で、若い人をどんどん呼びたいと、うんうん、っていうところの取り組みで、まあ、お試し生活というか、まあ、あ、はいはいはい、1週間でも1ヶ月でも、うん、半年でも1年でもっていうことをやってて、結構大学生とかが、はい、うん、来たりして、まあいい影響は与えてますよね。そのまま女川で働くようになったとか、うん、大学生で AWS っていうゴスペラーズ の、 あの弟分って言ったらいいんですかね、アカペラグループがいるんですけど、はいはい、そのグループも、うん、まあ、そこに住んでた岡くんとかっていう子がお試しで住んでて半年ぐらい、うん、でそういったつながりで彼らも行って、毎月ではないですけど結構頻繁に行って、小学校中学校とかで歌ったり、うんうん、してましたね。この間の復興祭にも出てコバルトヒーローを歌ってました。復興祭とかになるとね、はいはい、あのアイドルが来たり、あのアイドルが来たり、ね、あの桃色のクローバーな Z な方たちが女川町のお友達ですからね。あ、そう。そうなんですよ。知ってますか、東武東上線の話。知りません。神復興会議だっけ。はあ、今度ライブやるからって今1ヶ月間桃色クローバー Z 駅って名前になってるんですよね。へー、はい、マジでエイプリルフルじゃなくてちょっと前に見たよ。へー、俺今週2回行ってるぞ。桃色クローバー Z 駅って名前に変わるんだって。1ヶ月間だけ変わるんだって。あれだ、準急特急とか止まんないっすよね、あそこ。マジで。はぁ、マジでマジで世の中おかしくなってくんだな。まあ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 、やっぱり人気にあやかりたいですからね。あ、うん、まあでもね、そのなんかね、桃色クローバー Z が今度イベントをやると、はい、イベントをやる最寄り駅が上福岡かなんかで、はい、そうなんだ。それでじゃあその1ヶ月間盛り上げていきましょうと、うん、いうことでっていう感じのことを書いてあったような気がする、今日この頃、うん、上福岡で、うん、上福岡じゃなかった。だって上福岡でって知らん、どこでやんだかね。富士見野のあたりですよね。埼玉県ですね。埼玉県ですね。うん、そうですね。まあ、はい、でも相沢さんが一番詳しいんじゃないの。まあそうですね。
なるほどね。ももクロ自体も、今の上福岡駅のこともそうですし、ライブをするとか結構地域の人たちを大事にするアイドルというか、そうですね、地域の人たちと絡んでいろんなことやっていこうっていうのが、ほんとちょこちょこ女川とか石巻行ったりとかね、そうですね、してますよね。してますね。僕もあやかりたいなと思いつつも、なかなかやってください。なかなかお会いはできませんという感じですね。どちら会いたいんですか？水曜どうでしょう、ディレクター陣に。水曜どうでしょう。モモクロの方に。Z の方に会いたいんですか？水曜どうでしょうですね、僕は。どっちか。難しいな。もちろん俺もそうだな。そうなんですけど、ね、じゃあ、女川の話に戻して、女川ってじゃあ、例えばフラッと行ったとして、名物とか何かこういうのがあるよっていうのは、海の町で魚介系のものが多いんですよ。そういう加工品とかが有名なところで、はいはい、やっぱかまぼこ。かまぼこもそうですし、レッツかまぼこ捨てたじゃんだって。かまぼこもそうですし、その他にも季節ごとにホヤだったり銀鮭だったりホタテ、アナゴ、いろんなもんがあるんです。祭りあるでしょ。祭りありますね。サンマ祭りが、祭りサンマ祭りいいですよね。サンマ祭りいいですね。女川サンマ祭り、食ってってくれっていう、食ってってくれと、焼きたてのサンマを、うめえやな、どうぞっつってこう、いや配って、一回ね、日比谷公園でね、はい、逆にありましたね、東京の方が瓦礫を引き受けてくれたからっていうんでやってくれたんですよね。そうです、そうです。その時がね、発泡スチロールにね、発泡スチロールに10匹入ったのを、はい、どうぞっていうのを何百箱って用意して、何千箱か用意して、すごいね、どうぞ。そしたら大分県の方がじゃあ協力しますっていうんで、ね、カボスを無償提供して、で、整理券もらえば一人何枚でもいいですって言って、要は2箱でも3箱でも持って帰れるんだ、もう一回並び直せばいいよっていう、すごいですね。美味しいサンマでしたね。美味しいですね。でそれ持ち帰りと、あとその場で炭火で焼いてくれると、あとつみれ汁、つみれ、女川汁って言ってました。サンマのつみれ汁がある。今日一でテンション上がったな、今。そういう風なのを前やったんですよね。そうですね。今は、あの時は特別でね、あの時は特別でしたね。でもそんなようなのを女川でやってるんですよね。やってますね。でこういう時ってもうすごい人なんですよ、やっぱり。サンマっていうとこう気仙沼とかそういったとこをイメージするんですけど、結構女川の方が早いので、入るのが、だから宮城では有名ですね。だからそういった人たちがその日に一気に来るから、もう大渋滞です、ね。だからどうなんですかね。今は普通に、はい、普通にって言ったら変だけど、観光として来てくれるだけでも、はい、来てくれるだけでも嬉しいですよ。ね、その被災地だからっていうわけではなくて、はいはい、そうですね。でまだ震災遺恨として女川交番という倒れた建物がまだ残ってるんですよ。はい、でそれが女川の駅からまっすぐこう伸びてる商店街、シーパルピア女川っていうのがあるんですけど、はい、そこをまっすぐ海の方に出るともう前にボンってあるんです。あれじゃなくて、あれじゃないです。美幌会館はもうなくなりました。あれじゃなくて、はい、もっとあれも衝撃でしたけど ね、美幌会館じゃないな、あれは美幌会館はコバルトーレ女川の寮だったところです。あれの下敷きになっちゃった。でもあれは衝撃でした。そうですね、もう寝てましたからね。寝てましたからね。そういうのがいっぱいあったんですよ。僕震災後ちょっと経ってからだったんですけど、もう瓦礫も結構片付いてきてるくらいに行ったんですけど、それでもいっぱいありましたね。5、6個はありましたよね。俺が6月とかかな、一番最初にあっちの方行ったのは、で家とかがまだなくて、はい、まあ女川の方じゃないけどちょっと外れたところに行って、道路、高速道路挟んで右左で景色が全然違うとかね、そういう状況だったりとかね、渡りとかそっちの方行かれて通ってますもんね。通ってますね。国道6号境目にして違いますね。全然違いますね。あれが土手みたいな役割、堤防か、堤防の役割して。でも徐々に今状況が変わってきてるのか、はい、ね、
ガーネットさんが解散するそうで、ガーネット宮城という NPO の、はい、我々が知ってる、はい、勝手に復興大使と言ってたら本当に復興大使になっていいよっていうお墨付きをもらった方がね、はい、やってたところも、なんか一つの役目を終えたということなのか、さら、うん、なる何かがあるのか分かんないですけど、とりあえず解散が決まったっていうのが日産で、やっぱり徐々にはね、変わってきてるんだろうと。そうですね、あそこの山本のリンゴラジオももう終わっちゃいましたね。そうですね、我々が出たやつですね、はい、そうですねリンゴラジオ出させていただきました、はいはい、出させていただいて、いろいろと俺何語ったんだろう、コバルトオレのこと語ったのかな、まあ、あの時ね行った時の話をね、はい、そうですね、支援物資を持ってね、はい、行かせていただいた時の話をしたんですけどね、はい、うん、それ以降なかなか行けて、通りはするけど、ね、行けてないっていう、ね、ところなんですよね、僕も。うん、まあでもね、それがね、去年一昨年か、一昨年ですね、ミラクルがありまして、うん、水曜どうでしょうキャラバンというのですね、うん、福島行ったんですよ、新、はい、白川です、新白川、はい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 、そしたら、ね、そのガーネット宮城の、はい、代表の小笠原さんっていう方夫婦でいたんです、いたんですよ、あれなんですって水曜どうでしょうってすごいねすごいねみたいな、そんなことがあったの、そうなん、元気ですかなんつってご無沙汰しちゃってなんて、いや最初似てるよねっていう話をしてた、ね、あっちも似てるよね似た人がいるよねっていう話をしてた本人だったっていうね、びっくりでしたね、あれは衝撃でしたね、まあ水曜どうでしょうすげえなって思った瞬間ですよね、やっぱり、本当はどこだ、どこ他のところに行くっていう、違うとこ行こうとしたんだけど、そっちに体調悪くてその時行けなくて、はい、でじゃあ行けるからって言うんで、今日なら行けるって言うんで福島に来てみたら、まさかまさかっていう、うん、僕らも首都圏に一番近いからって言ったんですね、徳田さんがですね、クソ暑い中ですね、あのレモン牛乳車の中に置きっぱなしにしちゃいましてレモンチーズになってんじゃねえかっていうふうな、あの佐野サービスエリアで買ったんですよ、うん、栃木限定だからっつって、うん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 、で置いちゃって、もうホットになってましたねもう開けるのが怖くて一応持って帰って冷蔵庫には入れて、次の日開けて飲んだんですけど大丈夫でした、うん、良かったですね、もう本当にすごい暑かったですからねすごかったですよね、もうコンクリートじゃないですかあそこ、うん、もういるだけでもう体力が何もしないでブワーって出てくるんですよ、で近くのイオンとかに避難してこの次のイベントまで待たなきゃ待たなきゃみたいなで、ね、その時整理券配られて、写真を撮れるか撮れないかのギリギリな番号だったんです、なんか聞いた覚えがあるな、はい、それで結構本当だったらこれくらいでいつも終わってるけど、結構伸びたんですよ、 そこでもしかしたらあるんじゃねっつって、ワンチャンあるんじゃねあるんじゃねっつって言ったら、俺らが410何番とかだったのが400番ぐらいで終わっちゃった、終わったんだで去年あそこに群馬行って、で12番だったんですよ、整理番号、これ速攻だろっつったら、子供のいるところが優先されるわけだ、で後から来た人でも子供いるからっつって、どん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 入れていくわけ、まあ神楽町だっけ、はい、そうあのなんだ、あのそこに行きます、ね、だるまのあれの近くの、はい、だるま寺の、うん、帰りだるま寺寄ってきますよね、だよね、で12番だから速攻だろうと思ったら長え始まったのが9時とかそれぐらいですよね、で写真撮ったのが2時ぐらいでしたか、もうほぼ終わりぐらい、あれそれでも撮れたんだっけ、いやもう全然それは撮れますよ、はい、でね、カリスマスタイリストにその前の年水鉄砲で狙撃されでやり返してやるって言ってね、今年去年行ってでも和解してと思ったらグッズ店長に襲撃され新たな構想勃発っていう、なるほどね、はい、まあ、そんな冗談で話してますけど、女川の話からだいぶそれました、だいぶそれましたけど、まあコバルトオール女川、まあ、震災前にからあるチームなんですけど、まあ、なんで行ってるのかっていうところだと思うんですけど、僕が与野周今回というサッカー社会人サッカーチームのスタッフをしててですね、
ちょうど、まあ、そこにいる選手とここにいた選手が、まあ、昔関東で一緒にやってて、でそのつながりで、まあ、活動休止になっちゃったんで、どっかとりあえず再開するまでサッカーできるところを探しに、まあ、その選手地元が埼玉なんですけど帰ってきてないかって話をしたら、うちにその与野中高校に来たと、うん、でその時のつながりで、まあ、歌やってるって言ったら、あじゃあ応援歌作ってくださいっていう軽いノリで言われ、あいいよっつって、で選手が帰った次の月にポンと行って歌いました、うん、まあ、それがきっかけで、まあ、毎月ほぼ毎月、まあ、年に10回ぐらいですかね行ってるって感じですね。まあなかなか宮城っていう土地柄、東北っていう土地柄、なかなか選手が集まらないという、うん、ところがあって、うーんなかなか難しいなということは今言ってますけどね。仕事を斡旋じゃないですけど、一応コバルトーレに入るためには女川町に来て、女川町民になって働かなきゃいけないっていう正社員なんですけど、っていうところがあって、仕事の面ではすごい優遇されてていい環境なんですが、まあいかんせん偏僻なところって言ったら偏僻なところなんで、まあ、難しいですよね。練習試合の相手もなかなかいないと、まあないよね。強いところって言ったらもう上のチーム JFL とか J のチームしかないらしいんですけど、うん、そことはできない の、JFL のソニー仙台とはよくやってます、まあ、ソニー仙ぐらいだったらできるでしょ、はい、であと J の方からも練習試合やってくれって言われるらしいんですよ。でもやってくれって言われる曜日がやっぱそこは J なんですね。水曜日なんですよ、はいはいはい、水曜日にや昼にやってくれって言われるんですけど、選手たちは働いてるんで、ね、ちょっとそれは難しいと。そうですね、そうなんですよ。その辺はもうちょっとね、はあ、そうするとやっぱ大学生とかがね、そうですね、時間の融通つきやすかったりしますからね、はあ、仙台大とかともやってるのかどうなのか、結構ライバルなんで仙台大とコバルトーレ、うん、天皇杯でもそうなんですけど、まあ、今年もう終わっちゃいましたけど、そういった関係でもう終わっちゃいました。2回戦か3回戦で東北学院大に 0-0 で PK で負けちゃいました。あ、そう、そうなんです。そうだったんだ。だから今年は早いじゃないですか、天皇杯が。早いですね。だから仙台大とか大学のチームって入れ替わるから、チームが出来上がる前だからチャンスなんじゃないかって言ってたんですけど、うん、コバルトーレも全然出来上がってなかったっていうところですよね。皆さん、あの分からない方あれですからね、あの1月1日に決勝やってるやつ、はい、予選はもうやってますからね、はい、その予選ですよ、ですよ、はい、県大会やってるんですよ。あの大会っていうのはね、特殊な大会なんでね、はい、本当にあの何々市とか、うん、何々町とか市町村のチームがね、はい、勝てば本当に全国大会に行って、はい、J リーグのチームと戦えるって大会なん できるんですよ。本当は1月1日に決勝戦があるんですけど、その直前の10月とかから次の年の予選が始まってるっていう大会なんですよね。で今年は、はい、4月、はい、だっけ、1回戦が、ね、もうあるんで、はい、もう決めなきゃいけないっていうんで前倒しに随分なってっていう、うん、その大会ですね、天皇杯ね、うん、そうですね、そういった、まあ、そこに出ればこう知名度も上がるわけじゃないですか、はいはい、うん、だからそこは是が非でも出たいっていうところはあるんですけど、なかなか最高が決勝でソニー仙台に負けるっていうところまでしか行ってないっていう、まあコバルトーレ的には、はい、コバルトーレ的にはですね、うんうん、まあだから女川町は、はい、その水産加工とが、はい、そういうふうなのと、はい、あとコバルトーレオナガワっていうのが、はい、要はというかが、まあ人を呼ぶ
コンテンツ、コンテンツの一つですね。電車もね、電車もそうですね、復活して、復活して駅が綺麗になって、駅が綺麗になって、あの駅に温泉があるんですよ、ゆぽっぽっていう、もともとの女川駅にもあったんですけど、であそこ駅変わってて、あの駅自体は女川町のも JR の持ち物じゃないんです。ほう、駅自体はあのゆぽっぽの会社の持ち物で、JR が曲がりしてるっていう形なんですよ、はい、だから温泉施設の方がでかいんです。電車で行くとなると石巻からまだ先っていう感じになるんですね。そうです、はい、仙台から石巻まで出てもらって、石巻からまた乗り換えて行ってもらうっていう感じですね。まあだから観光とかそういうので行くとなると、はい、石巻お腹が大体セットになって見て回るのかなって感じになるんですよね。そうですね、まあ女川はコンパクトなんで、うん、次の電車までちょっと回ろうかって言ったら多分回れるんで、はい、それでも僕全然いいと思うんですよね、うんうん、石巻を拠点にしてみてとか、まあできれば女川に泊まってほしいんですけど、なかなか今トレーラーハウス、トレーラーハウス駅から遠いんです。まあ近々駅前に移ってくるっていう話ではあるんですけど、そうなるとまたね、あれが違うんですね。知ってるからってわけじゃなくて、高政さんのね、あの笹かまというかかまぼことかね、美味しかったりとか、あの玉ねぎ入ったり枝豆入ったり、そうなんですよ、美味しいんでね。それね、毎回言うじゃないですか、食べたいっすね。結構いろんな駅で売ってますよ、石巻の駅とかでも売ってますからね。あのセブンイレブンで笹かま売ってるじゃないですか、あれ高政さんです。はい、そうなんですよ。あと他のかまぼことかも女川の企業のかまぼこだったりして、ね、ぜひ、はい、行くんだったらね、石巻に行って、はい、石巻の街中見て、石の森漫画館見て、いろんな仮面ライダーとかゴレンジャーの像を見て、はい、女川行って海産物食べてっていう、はい、そういうのはおすすめですね。おすすめですよね、はい、まあ、石巻はちょっと車ないときついところもいっぱいありますけど、うん、女川だったらまあ歩いて回れるので、はい、ぜひぜひ行って、今の被災地はどうなってるのかっていうのをまず見ていただけたらいいなと思いますね。はい、はい、私が10日から、はい、仙台に約1週間金曜日まで行ってまいりますので、お仕事で、お仕事 で今回はついにもう時間がないということで、あと本当だ、本当だ、ちゃんと時間見てなかったでしょ、はい、あのついにね、今まで言ってた通りできなかったんでね、徳田さんに最後ちゃんと自分でシンガーソングライターだって言ってるんで、そうですね、歌っていただいて終わろうかなと思うわけですよ、うん、一番だけで俺らは消えますんで、はいはい、徳田さんが一人でちゃんと曲のタイトルを紹介して歌っていただけたら、はい、女川の曲あれ紹介したらコバルトヒーローの方がいいですかね。コバルトヒーローでいいんじゃないですか、いいですか、うん、今日は、はい、じゃあこのコバルトール女川の応援ソングコバルトヒーローをちょっと一曲いかせて終わりたいなと思います。愛するこの街には熱く燃えてるやつらがいる、全て奪われちまった心の穴埋めるように、人知れず汗をかくそのハートが後押しする、夢を目指すその目は俺らに語りかける、どこまでも突き抜けてく青い光の道がずっとこれからが始まる時、さあ立ち上がれ戦士たちよ、コバルトブルーをまとい強くあれ、大地よけ理想力強く、その足跡には花が咲くだろう、風に負けず突き進め、風に負けず突き進め、
響け俺たちの街に、また来月、次いつですか、4月6日ですか、5月6日、はい、またよろしくお願いします。お疲れ様でした。次はいっぱいいるといいですね。